レドラ当たりにくいんだよな多分。あれプテラスじゃない、プテラスじゃねえか。大丈夫だ。どうしようかな。いけるかもしれない。ダメか、プテラスは、プテラス当たりにくいか。いいえ、のデータ欲しいね。まあレイノスの方がいいかな。どうだろう。よし。当たるかな、当たるかな。かわされたか。前に来た、前に来たと。おお、バルカンは健在か。そんな強くないだろプテラス。俺の知ってるプテラスは強くないぞ。そんなに攻撃力は強くない。うわすごい、範囲がね、範囲がでかい。まあそんなには食らわないな。コマンドフ、あ、入っちゃった、戦闘に突入しちゃった。まあいいや、進めよう。バンフライハイトがいますよ。あー先に行っちゃった。仲間に加わってほしかったな、パーティーに入ってほしかったな。よし加われ。重装甲、重装甲だ。重装甲と書いてなかったか。おい、パイロットありだ。パイロットいますよ。だがしかし半減している。はいはいはい、さすがに強し。重装甲なだけある。倒した。コマンドウルフは一発じゃないか。そうでもないか。あ、二発か。二発かな。パイロットがなんか一緒の顔してるぞ。パイロット一緒の顔してるぞ。死んでもらう。これで終わりだ。ジュース。オッケー。いい勝利しました。
行く場所は分かってんのか。しまえ。よし。これが何だったっけ？ロックなんとかだったっけ？うわ。上にすごいすごい数が。待って、他のところ回らせてくれ。他のところ回らせてくれ。マップとかあんのかな、マップとかあんのかな。これ来ました。この辺全滅させておきたい。あんま早く行きすぎるとそのまま突っ込んでしまう可能性もあるからな。ポーンと突っ込んでしまう可能性も。そっちかい。ミサイルか、ミサイルかレーザーか何か知らないミサイルか。当たったぞ。一撃で終わった。ここが謎の橋だ。あ、オッケーとしよう。ちょっと壊れ気味の橋だったな。壊れ気味の橋だったぞ。ここに町があって洞窟があると。なるほど。ということはここら辺で終わらせとけばいいか。残るは洞窟と謎の橋だということだろ。連続攻撃、連続攻撃です。なかなかいい技だなそれ。
前方3体全員にダメージを与えるという、なかなかいいですね。まず倒せるやつをしっかり倒しておく、倒せるやつをしっかり倒す。攻撃が増えてしまうからね。当たった。オッケー。こちらに謎の洞窟、左上に、おい、まだいる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 。謎の橋、壊れかけた橋がありますね。よし、こいつら倒すと。一回この町に入って、いろいろ調査してみよう。アーバイン全然狙われてないね。左端は狙われにくいのか。左下は狙われにくいのか。下側つうか、まあ、左右だと向きによってどっちでも言えるか、まあ、下側の方か、 下の 2列目か。じゃあまず入ってみましょう。なんとか6だっけ、ここが。誰もいないぞ。何、戦闘があった、てん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 。いるのか、人がいるか。いたいた、人いますよ。へへへへ、コマンド教えてくれそう。ああ、やった。ちょっと見えてきたぞ俺にも。こいつコマンド教えてくれる人物っぽいんじゃないかみたいな、見えてきたぞ俺にも。この辺は入れないな。レドラ一気でこの街を奇襲したわけか。そっか、目撃者は多いぞ。あー、オッケーオッケー、アジト見つけたよ。洞窟だね。オッケーオッケー。回復させる場所がないな、ここは。とりあえず情報からすると、そのレドラーの女は洞窟、こいつこのババ邪魔だな、洞窟にいるらしい。あれ、なんか今人がいたような気がした。ちょっと待って、どっから行くの、どっから行く、あの右、右下、こう越えていける、いけないな。まあこれだけだ、ここの情報はこれだけだ。一応ここで終わっておこう。ということは次は洞窟に行くことになります。決まりだな。どうした、なんだと。行くぜ。では、一旦ここで終わって、また
ちょっと装備を整えてきます。戻ってきました。前回予告したように、ムンベイを参加させました。ムンベイいます。アイアンコングに乗せました。でフォーメーションもちょっと変えましたよ。左上から、シールドライガー、コマンドウルフアーバインスペシャル、アイアンコングで後ろに、コマンドウルフ部隊を置きました。でまあ武器なんだけど、このアイアンコングに、大型ビームレー、ビームキャノンだったかな、なんかとにかく消費しないやつを置きました。EP を消費しないやつでね、こうアーバインとムンベイが結構強いの。うん、まあ見ても分かるように結構強いよ。ほら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 、50あるもん。ほらこいつらすごい。ムンベイとねアーバインのメーターがすごい。見てこれ、全然違うでしょ。まあ俺はこんな感じにしといた。よし。他ないよね。うん。よし。じゃあこの盗賊を追ってこの洞窟に行きたいと思います。ここがアジトらしい。じゃあ行きます。嫌がる嫌がる。どうしようかな。回復させないといけないよな。コマンドをもっと入れとけばよかった。新しいゾイドが出てきた。ヘルディガンナー、そうそうヘルディガンナー。4連ミサイル変わらないね。他のも変わらない。唯一アイアンコングだけだ。アイアンコングね、アイアンコングかサーベルタイガー迷ったんだけど、一応アイアンコングにしといた。でもね、微妙、ちょっと微妙なんだよ。これは見たよね。エンマークとバイトファング、まあ一番強いのは52なんだけどね。うん、まあ、これでいいや。よし、ミサイルは変わらないとか。まあ射程がね3だから全部届くでしょ、3だと。アイアンコングまでターンが来るかどうかだよね。その前に大抵のやつらは死んでしまう。はい、来ました、ビームライフルです。攻撃力55、命中率99、射程は1から3と。で EP が0だから、これにしました。うん、であとねこれハンマーナックル49。うん、でもこっちの方が強いと。ビームライフルの方がハンマーナックルより。あと6連装ミサイル42、命中率 90%、 EP が、2消費しますが1から3ですね。まあこの EP0 のビームライフルを買って装備してます。はい、うわー、シダだ、シダか。よーし、倒したよ。よし、銃役に立つか。隠し通路とかねえよな、そんな難しいゲームじゃないよな。
また間違ってしまった。まあいいや。コマンド設定をするの忘れていた。よし。まあね、武器によっては貫通するんだよね。貫通して2体同時攻撃できたりとか、うん、そういうのがあるんだけど、今のところ貫通はなしにしてます。回復剤ってことは回復剤ですよ。こっちだけだな。すごい。プテラス意外に強いんだよな。なんかあるか。全部入れとけ。よし。敵の攻撃か。今まで戦った感覚だとね、前列の下がね、攻撃受けやすい。まあ前列がね、一番下と真ん中かな、が攻撃受けやすいと思う。俺が思うに。死んだか。オッケー。すごい。
階段しかねえな。階段しかないな。バンカおいおい、レッドホーンがいるぞ。へえ、なるほど、やっぱりオーガノイドが狙いだったか。ロッソっていたな。やっぱりお前らか。フィーネ、バンが仲間になった。よし、てか入るスペースあるか。バンが入るスペースあるか。ははバンの入るスペースあるか。ないよね。舞台編集、ああ舞台編集すればよかったのか。いや、向こうが先だったか。舞台編集で入れればよかったかな、バンを。やりやがる。こいつらフィーネをさらってないんじゃないのか。フィーネは関係ないかもしれない。こんなんじゃ死なないだろうな、レッドホーンは。お、食らったか。まだ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 レッドホーンタフです。まだまだ倒れませんよ。行くともしない。アイアンゴングまで来たか。アイアンゴングのターンまで来た。さすがちょっとしたボス。てへ死んだな。そうだろう。おし、よし、お前一体でいけるか。その攻撃が終われば6体からの攻撃だぞ。ジャック、ダメージ半端ない。いや強いぞ。飛行系だからな、当たるかな、うまく。終わった。意外に弱かった。意外に弱かった。さすがにレドラの、レドラとレッドホーンでは違いすぎるか。倉庫が破られるとは。こいつらフィーネのことは知らないんじゃないのか。え、待って、レドラの色が違うぞ。こいつらじゃないんじゃないの。じゃあ